きます。京都なんです。初京都。声聞こえない？本当？今 TikTok 撮ってました。なんかふざけた TikTok しか撮ってないから、最近なんか可愛いの撮ろうと思って。何撮ったでしょう。あ、すごいよくわかりましたね。見てないんですなんか周りが見てるから、一旦ダンス覚えてから見ようと思って。順番おすすめいますか？おすすめの子。何してました？皆さん、今日は。人の幸せ喜べないんですけど、よくないですか？歪んでますね。大事な人だったら嬉しくない？そんなことない。なんか逆に仲いい人とか友達とかが元気ないと私嫌です。もやもやしちゃう。ダンス2本 TikTok 撮りました。あのね、ボイプラの曲があって、チェ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 、わかるかな。もうねちょっと終わっちゃったんですけど、ボイプラ。そう、 TikTok 撮りました。最近ふざけた TikTok しか上げてないから。いいよな、韓国語でありがとうございます。セイマイネーム、推しはね、セイマイネームのチームじゃなかったんですけど、曲がすごい好きで、だからなんか TikTok のコメントとかでも、まあインスタでもいいんですけど、この曲踊ってほしいとかあったらぜひお待ちしてます。 TikTok のネタにさせていただきます。
とりあえずまあ2曲撮ったんで、めっちゃ何回も言う2曲撮ったんで、後で明日か後でかで上げます。ねえねえ激川嬉しい。また髪色変える予定ありますか？あ、でも変えようと思ってます今。うん、ネイルはね、リンさん通ってます。リンさんとハルさん、そう、今日加工つけてないです。ちょっともうめんどくさくて、ハンバーガー食べてたし。うわ、すごい。なんかインドダンスみたい。めっちゃおもろい。これでダンスすんの、これでダンスすんのめちゃめちゃ面白いじゃん。何これ、何がいいかな。ビビったってコメント来てる。やばお母さんから早く寝なさいっていうラインが来ました。こんなインスタライブでふざけてるから。怒られたので寝ます。おやすみなさい。明日明後日、京都の方でポップアップお待ちしています。あの住所の方は私のインスタとミミシャトーのインスタに載ってるので、フリー入場なのでぜひお友達とかも誘って来てください。2日間お待ちしてます。お願いします。